パブリック図書館の奇跡は2018年のアメリカ合衆国のドラマ映画エミリオ・エステベス監督脚本、制作、主演寒い真冬にホームレスの人々と彼らに同情してパブリックに立てこもることになった図書館職員たちを描いた社会派サスペンスホームレスが投資するほどの大寒波が襲来したシンシナティが舞台 施設地のホームレスのためのシェルターは収容容量が足りていない。自らの投資を避けるため、閉館時刻後も人夜の宿として公共図書館内に滞留し、退去しない約70人のホームレス。公共図書館の運営規則では、閉館時刻以後は退去することが決められている。過去にホームレス体験があり、ホームレスの行き場のないことを親身に感じ取った図書館員は、 規則より人命を優先し、人よの宿として、ホームレスたちと共に、平和裏に、公共図書館内に立てこもる。次期市長選挙に野心を燃やす、検察官や市長率稼ぎのためあえて、フェイクニュースを流す、マスコミ、図書館員の行動を理解し、自らも、ホームレスたちと共に立てこもる、公共図書館館長と、それぞれの思惑と事情が絡み合い、閉館時刻後の平和裏での、 公共図書館内対流が大きな事件に仕組まれていく。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、その意図を正しく理解する方が実行するよりも簡単な場合があるが、それでも、パブリック図書館の奇跡は真摯で当然ながら、魅力的な社会用語ドラマである。であり、98件の評論の内高評価は66%に当たる65件で、 平均点は10点満点中6.3点となっている。メトクリティックによれば、18件の評論のうち、高評価は4件、賛否混在は11件、低評価は3件で、平均点は100点満点中46点となっている。ありがとうございます。